さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。2023-2024年シーズンも終わり、今年もアウォードで選手が表彰されたんですが、W リーグでは表彰された選手以外にも素晴らしい選手が多くいます。昨年に引き続き2023-2024年シーズンで活躍した選手から各賞を個人的に選んでいこうと思います。個人的に選ぶ形になるので、それぞれ意見はあると思いますが、そのあたりも含めて見ていただけたらと思います。そこでただ選ぶだけでは本季と似たような結果になるかもしれないので、昨年同様選ぶ際にルールを設け、本家の各賞で選ばれた選手は選ばないというルールでやっていこうと思います。例外として本家で賞を獲得していた場合でも、別の賞での選出に関しては選ぶことを可能にしたいと思います。それでは2023-2024年シーズンの勝手にアウォードを発表したいと思います。まず、レギュラーシーズン MVP を発表したいと思います。今回選んだ選手は、富士通の宮澤選手です。移籍3年目のシーズンでしたが、過去のシーズンでは調子が上がらなかったり、怪我でプレーできなかったりと、満足にシーズンを送れていませんでしたが、2023-2024シーズンでは大きな離脱なく、開幕から安定したパフォーマンスで、レギュラーシーズン1位に貢献。本家でも受賞していてもおかしくなかったと思います。続いて、ルーキーオブザイヤーを発表したいと思います。今回選んだ選手は、富士通のテミトペ選手です。インサイドが課題で、前のシーズンでは3が不発の時に苦しんでいた富士通ですが、その富士通のインサイドを強みに変えたテミトペ選手。2ポイントで得点が取れるようになって富士通も安定してきたので、テミトペ選手の存在感は素晴らしく、素晴らしいルーキーシーズンだったと思います。続いて、ベストディフェンダーを発表したいと思います。今回選んだ選手は、富士通の内尾選手です。昨シーズンに引き続き選びましたが、富士通が安定したディフェンスができるのは、内尾選手の存在は大きいと思いますし、個人的にはもっと評価されていい選手だと思います。今回本家では3位以内に入っていませんでしたが、富士通がレギュラーシーズン1位になれたのは、内尾選手の活躍が大きかったと思いますし、プレーオフの優勝にも大きく貢献していたと思います。特にディフェンスは富士通の強みでもあり、優勝を目指すチームにとっては必要不可欠な部分です。内尾選手もそういった存在だと個人的には思っています。続いてベスト6マンを発表したいと思います。今回選んだ選手は、日立ハイテクの奥山選手です。奥山選手としては移籍1年目のシーズンでしたが、開幕直後はそこまでのインパクトはありませんでしたが、徐々に新郎陣の信頼を勝ち取り、プレイタイムを伸ばし、ベンチスタートながらチーム2位の平均得点を記録するなど、チームの主力として活躍。本家では3位の評価でしたが、1位でもおかしくない活躍をしていたと思います。続いてベスト5を見ていきたいと思います。まず、ガード部門を発表したいと思います。今回選んだ選手は、シャンソンの小池選手です。小池選手に関してはシーズンでの活躍というより、プレイオフでの活躍が印象に残っていて、その部分を加味して選んでいます。やはりプレイオフでの勝負どころで決めきるシーンというのは多くのファンに印象に残っていると思いますし、3年連続ベスト4になれたのは小池選手の存在が大きかったと思います。続いてシューティングガード部門を発表したいと思います。今回選んだ選手は、トヨタ紡織の東堂選手です。東堂選手に関しては、攻守での貢献度の高さを評価して選んでいます。本家でもベストディフェンダーに選ばれたように、ディフェンス力はもちろんのこと、チームのエースとして、要所では積極的に得点を取りに行き、チームに貢献。チームへの貢献度は非常に高い選手だと思います。続いて、スモールフォワード部門を発表したいと思います。今回選んだ選手は、愛新の峰春選手です。愛新をプレーオフに導いた選手の一人ですし、2年目のシーズンでは3ポイント成功率で2位に入るなど攻撃の中心としてチームを引っ張っていました。2年目のシーズンでしたがしっかりと結果を残していたと思います。続いてパワーフォワード部門を発表したいと思います。今回選んだ選手は、デンソーのマウリ・エブリン選手です。休養から復帰したシーズンでしたが、1年のブランクを感じさせないプレーを開幕から見せていました。プレー面はもちろんのこと、ベンチからも声をかけるなど、様々な観点でチームへの貢献度が高かった選手だと思います。最後に、センター部門を発表したいと思います。今回選んだ選手は、シャンソンのウチェ選手です。今シーズンインサイドを語る上で外せない選手といえばウチェ選手だと思います。個人成績では3部門でトップの数字をマークするなど、ルーキーイヤーから W リーグのインサイドを席巻。シャンソンを3年連続ベスト4に導いた選手の一人ですし、
これからも注目される選手だと思います。ということで、今回はアウォードを個人的な観点で選んでみました。改めて選んだ選手を確認したいと思います。今回はこのような選手を選びましたが、選べていない選手にも本当に多くいい選手がいます。このように個人的に選んでみるのも面白いと思います。ひいきのチームはもちろんのこと、いろんなチームの選手にも目を向けてみると、さらにダブルリーグを楽しく見ることができると思います。ぜひ多くの選手に注目してください。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。